へえ、東京は高校入試の範囲減るんだね。やっぱ東京はいろいろやるんだな、なんて思ってる方いるかもしれないんですが、これはね、東京都に住んでる方だけじゃなくって、全国皆さんに関係ある話でございます。改めまして、どうもハイチです。冒頭で話したね、東京都の高校入試の範囲が削られますというのが先日発表されました。で、結構ね、SNS 見てると話題になっててですね、まあみんなわー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 思ってると思うんですけれども、結構、その東京都に住んでないからあんまり関係ないよね、なんて思ってる方のね、そのツイートとかも見受けられて、いや、待てと。これは本当ね、みんなに関係してくる話。なので、まあそこについても触れていきたいんですが、ひとまず、東京都が、どこの範囲を減らしたかっていうのをまず確認していきましょう。まず、国語。中学3年生の漢字をカットします。シンプル。そして話題になってたのが数学ですね。数学でカットされるのが三平方の定理、そして標本調査です。もし中学3年生の方がいたら、ちょっと教科書開いてみてください。教科書最後、一番最後に習うのが標本調査、その1個前の章は三平方の定理になっております。確かに今回の受験、今年の受験は範囲がカットされるだろうと予想できてました。自分でも動画でも話しましたけど。で、確かにね、教科書の一番後ろからカットするわ。だから、標本調査はされると思ってた。でも、まさか三平方されると思ってなかったんですよ。自分が思ってたのは、標本調査と中1の最後で習うデータの部分、あとは中2の最後の確率ももしかしたらカットされるかもなっていうのは思ってたんですよね。で、これなんでかっていうと、三平方の定理っていうのはですね、実はいろんなところと複合問題、つまりコラボする問題が出てくるんですね。例えば、二次関数、関数の問題です。関数と三平方がミックスされた問題だったりとか、1年生で習う平面図形、空間図形と三平方がミックスされる問題ってめちゃくちゃよく出てくるんですよ。だから今回三平方の定理がただ出てこないだけですよねっていうところじゃなくって、いろんな複合問題、こういうのもあった、こういうのもあったが、全部選択肢からなくなっていくんですよ。しかも結構勘違いしてる方が多いんですけど、これ授業やるんですよ。基本的に授業ではやってくださいねっていうふうに出てるんです。ただ受験では出しませんよっていう話だけなの。いい、授業ではやるので、もし授業でやらない方もやっといてください。三平方の定理はやっとこう。標本調査はいい。で、100歩譲っていいわ。標本調査はごめん、いいって言っちゃったけど、でもいいんだわ。でも三平方はやっといてください。やんなきゃダメだ。高校数学に入る上では絶対必要な知識だし、高校入ってからでよくねって思うかもしれないけど、いや、どうせやっとけって言ってんだからやっとこう。俺の動画でもいいから、基礎だけでもいいわ。1本だけでもいいわ。難しい問題はまだやんなくてもいいから、三平方の定理、自分の動画も短いし、簡単だから。最初に使うだけ、この三平方定理って何なのかっていうだけだったらすぐ終わるので、ぜひね、そこは捨てずにやっといてください。ちょっとこれ以上話すと長くなっちゃうんで、次英語いきますね。英語問題なんですけど、関係代名詞カットです。中3で習う関係代名詞がカット。これはね、英語専門じゃないから多くは語れないですけど、いや、相当これ出るパターン減るよ。関係代名詞減ったら、うわ、マジ関係代名詞丸々カットすんのかって思いましたけど、そこがカットとなります。で、社会は公民のラストですね。教科書のラストの方からカットしていくっていうなんですけど、理科よ。理科もなかなかで、出てますけど、この範囲がカットされてます。これ、中学校3年生の教科書の約半分ぐらいカットされてます。おそらく3章分です。だって宇宙の話でしょ、で、エネルギーの話でしょ、あと自然だよねの話、この3つがカット。これ相当よ。 相当。なので、こういう状況、今回は東京都はこれをカットしますというふうに示唆が出ました。で、ここからが本題です。で、今回この東京都だけの話じゃないよって言ったのは、今回東京が真っ先に発表しましたけれど、他の都道府県もこういうふうな流れでやってくださいねと今言われています。だから、まだ皆さんのところは発表されてないですけど、おそらくカットされるはずです。何かしらは東京都の真似といったら悪いですね。東京都と同じような流れで同じカットをしていくのか。もしかしたら今三平方結構叩かれてるので、三平方はカットせずに自分が言ったとこね、データと確率はちょっと微妙かな、でもデータと標本調査カットしますよみたいな、わからないですけど、そういった流れになるかもしれない。もちろんね、中3の内容をカットしなきゃ意味ないじゃんって話なんですよ。中学校3年生の勉強が間に合わないから、三平方まで終わるのがきついから、だから受験からカットしてくださいっていう流れなんですけど、でもね、三平方に関してはね、やっぱ議論出ると思う、これからも。
だからわからない。つまりみんなの都道府県から発表されたらね、すぐ学校の先生も言ってくれるだろうし、まあ新聞とかにもドーン出るだろうからね、わかるとは思うんだけど、ちょっとアンテナ立てといてください。ここを逃しちゃダメです。で、最後に伝えたいのは、今回発表されてはっきりわかったことは、中学校1年生と2年生の単元はカットされないです。まあ自分データカットしろとは言ってましたけど、カットされない。つまり今まで勉強してきたところ、みんなが中1中ね、中3になる前、コロナが起こる前に終わってた単元っていうのは出されます。つまり今まで勉強したところ早く復習しなきゃいけません。夏休みに関してもいろんなところでカットが発表されてますね。みんなの地域がどこまでかわからないです。今自分が住んでる地域は、息子は8月1日から8月23までが夏休みだそうです。まあ例年に比べれば3週間ぐらい削られてますよね。今までだったら夏休みで基礎固めをして、そこから過去問だったりとか応用問題ぎっちりやってグインと成績上げてこうぜって話でした。でもそれが間に合わない、物理的に時間がない。7月には、8月にもね。だからぜひ今現段階、まあもちろん学校生活とかさ、部活のこととかいろんなことがあってさ、もう疲れ切ってるのは分かってるんだけど、受験生、新しいことをやっていこうっていうよりも、中1中2で習った単元、今まで勉強してる単元を1個ずつでいいから固めていこう。間に合わなくなっちゃう、受験で。ちょっとなんか脅かしてるんで本当に申し訳ないんだけど、でもね、後で時間ねえよってしんどくなるぐらいだったら、今ちょっとしんどさを買い取って、未来のしんどさ刈り取ってさ、自分で今食べてやるって言ったのね。で、ちょっと頑張ってください。言ったら無理はしちゃいかん。休息も必要なんだけど、一個一個、あれもこれもやろうってことじゃなくて、一個ずつ単元潰していこう。で、確認していって、まあこれからのね、すいません、ちょっと勢いよく話してたらですね、むせちゃって変なところでカット入ったかもしれないんですけど、まあ、今回伝えたかったのはですね、東京都だけの話じゃないんだよっていうところ、みんなが住んでる地域もカットが入ります。みんなの地域にも関係ある話だから、アンテナしっかり立てておいてねっていう話。そしてやっぱり1年生2年生の復習を今この段階でどれだけ頑張れるか、学校の進度も早いだろうけど頑張れるかっていうのが、やっぱり受験の勝負の分かれ目になっていくので、ぜひね、ぜひ、まあ本当無理はさせたくないけれども、できる範囲でみんなのペースでね、しっかり頑張っていってもらえたらと思います。